春天。春天。春天。1166年。剣道2年から1237年。夏季元年は、春天王党の快祖とされる人物で、琉球の聖誌では、初代琉球国王と位置づけられている。在位51年。1187年。厚し広し14年から1237年。夏季元年。信号は御子厚し、尊遁。 琉球に渡った、源のためともを父とする、出自伝説を持つが、春天と彼を含む応答に関しては、伝説上の人物と考えられる。春天は15歳で、浦添そとなり、その後、天孫氏を滅ぼした、逆臣、李勇を打ち、22歳で、琉球国中三王に即位したとされる。72歳で死去し、聖主の春馬淳博氏が王位を継いだ。 春天という名は、死後につけられた死亡ではないかと考えられている。春天という名前は、首里の王という意味の、首里天からの連想と考えられ、信号の御子と厚もそれに近い音とされる。また、中国神話に現れる、聖天使、春を想起させる名前である。春天をはじめとする、春天王と三代の名前は、おもろさうしや、歴代法案に見受けられる、 琉球の人名の漢字、金表記とは特殊で、後世になって付けられた送り名ではないかと思われる。また、中山予布によれば、春天の信号を、美こと氏、つし、孫と、んとしているが、中山予感は、春天孫敦氏しとだけ記されている。東、女漢順は、美こと氏、つし、孫とと、春天、春天、孫天の方言名から、これらは、 同じ根源を持つ語ではないかと述べている。春天の実在を証明する資料は全く残っていない。また、彼を外する春天王党に関しても存在さえ不明であり、実在しない伝説上の王党と考えられる。しかし、伊波浮遊は沖縄歴史物語において1522年、加星元年の国王聖徳碑、石門の東の碑文の碑文により、 実在する人物と開し、春天王党の成立から混流まで、約三世紀しか経過しおらず、春天の自責が伝説化されていたとしても、幾分は伝承されていたと述べた。また、知者は数高によれば、春天の活動期が、おもろの成功期の十三世紀初頭でありながら、他の王党の始祖がおもろで聖王として歌われているのに、対して春天が脱落していることであり、春天の実在は、 おもろからすると否定的に考えられるが、1543年、火星22年の国王賞特妃、方の花の日に、王竜休国中三能小生は、孫と、身よりこの方21代の王の子くらいを、継ぎ飯与和知へと記され、実在性を全く否定することもできないと述べている。中山予官や中山予句によれば、春天の父は、鎮税八郎為友子。 すなわち、源のためともとしている。また、中山予府は、春天の姓を、源としているが、これは、人前八郎ためとも子を父としているからである。中山予官の、ため朝伝説は、方言物語を参考にしており、1165年、永万元年に、ためともが渡った鬼ヶ島を琉球に置き換えて、春天の出生につなげている。 春剣の母は、大里アジの妹と伝えられる。ここで、大里は、東の、島添大里、南城市、大里、もしくは西の島尻大里、糸満市屋座大里のどちらの地域に否定されるかが、問題となる。また、後部年間、1368年から1398年における中国への使者名に、大里、宇ふざとと、島尻とあり、さらに、 1450年の海東諸国旗所斎の琉球国図に島尻城と切れていることから、島添大里は大里、島尻大里は島尻と言われ、大里味は東の島添大里を支配していたと考えられる。中山予感には沖縄本島南部の大里味の妹と為友が通じ合い、子、春天は即位するまで、 距離の離れた本島中部の裏添えを拠点にしていたと言うが、島村孝一は、1795年に四国に漂着した琉球人の見聞録、琉球人話から、ためともは大里アジの婿になり、この地で琉球人話に言う、大里親方になったと考えるのが理解しやすいと述べた。中山よくによれば、春剣の誕生した年は、剣道2年。 1166年とある。しかし、中山予観には、春天の生誕年に関する記述はなく、南宗敦し広史年五年十五歳から逆算して、中山予句に生誕年を割り出したのではないかと思われる。ためともは、大里あじの妹と通じ合い、誕生した男子を、御子敦氏、孫と、んと名付けた。中山予観には、ためともは、傍教の念にかられ、 祭祀と共に、故郷へ向けて出港しようとするが、船に女房を乗せると竜人の怒りを買い、遭難してしまうと言われ、ためともは泣くなく祭祀を置いて帰ってしまった、とある。春天、美琴氏と,とその母が、父の帰りを待ちわびたという洞窟、釜が、沖県浦添市牧港に所在する。標高、約20メートルの琉球石灰岩台地に、形成された自然の洞窟で、 マキコを寺部のがと呼ばれる。母親と共に、浦添に居住を構えたミコ敦アツシは成長し、10歳になる頃には、他よりも器量が優れていたという。1180年、敦ツシ博士7年、15歳で人民から推挙され、浦添叔父となった。その頃、首里城で天孫氏が琉球を治めていたが、進化のリーサムが毒の入った酒を薬と偽り、 王に飲ませて殺害し、自らを、中山王と称した。この出来事を知った三敦氏は、李勇を倒すべく、父の形見である鎧と兜をつけ、弓と二十四本の矢、黄金作りの太刀を装備し、そして金福人の蔵を置いた影の馬に乗り、五十余りの騎兵を連れて、首里城へ出陣した。三言淳率いる軍勢の奇襲により、李ー・は戦意をなくし、祭祀を失殺した後、 自らの腹を切り命を絶った。1187年、厚し博し14年、御子と厚しは22歳で、中山王として即位した。即位後の春天の辞席に関して、中山予感の春天の知性を表した、恩公に照らされての箇所は、方言物語冒頭部の蕎麦天皇の統治を表現した部分を引用している。春天は、新しく法律を制定し、 それに乗っ取った政治を行ったとされる。また、九尾によれば、春天が大位についたとされる1187年、厚氏広し1年頃から、暦は夏忠氏が使用されたという。中山よくによれば、天孫氏王党が王城を首里に築き、春天やその後の王党も首里城を居城としていたと言う。しかし、春天王党は、浦添城を居城としていたと伝えられ。 主理に選としたのは、薩ット王党もしくは宮山統一後の第一、直し王党と思われる。中山予感によれば、春天以降、琉球国中三王を継承したとしているが、琉球国中三王と君主号を受称したのは、民の主元章から将来を受けた薩ットが始まりとされ、時代の武年以降から民より琉球国中三王として作法を受けた。 中山予感などの琉球の聖子は、初代の王を春天としており、中山予感成立前の1522年、加星元年の国王正徳妃、門の東の秘文と、1543年、火星22年の国王正徳妃、片の花の日から、王国内で、春天を初代の琉球国王として認識していたと考えられる。しかし、 春天が統治していたとされる頃は小規模のグスクが各地に点在し、沖縄本島全域を支配した人物は存在しなかったとされ、浦添という一地域を統治していただけに過ぎないとも言われていい。春天は生まれつき、頭の右上にコブがあり、それを隠すために右寄りに髪を言っていたとされ、即位後に人民もそれに習って板草、ぶ頭を言ったという。これが、 琉球における男性の髪型で、十五から十六世紀の漂流民の見聞を記録した、朝鮮王朝実録によれば、左頭部に髪を言っていたと記され、片頭から頭頂へと位置が変化したとされる。1237年、夏季元年、在位五十一年にして七十二歳で死去し、聖師の春馬淳博氏が即位した。中山よくによれば、日は、不伝とある。 後世に損傷として、春天という死亡が与えられた。1165年、長官3年3月に、伊豆大島を脱出して、鬼ヶ島に渡り、周辺の島々を征服したと言われる、源のためともは、沖縄本島北部の運天港に上陸した後、大里アジの妹と通じて、後の春天である巫女と、アチを生んだされ、この伝説は、 鬼ヶ島を琉球とする説から始まる。琉球のため朝伝説に関する記述で最も古い文献は月収ことぶきかつらの幻雲文集1572年とされ、小畑敦氏が最初に紹介した。極定バーキンの陳説弓はげ好きなどにためとも伝説が取り入れられ、琉球処分後の1922年、大正11年、運転校近くに、 東郷平八郎の記号による、源のためとも工場陸の後石碑が混流した。薩摩侵入後の1650年に編纂された、中山予感の編集者である、羽地朝周は、いわゆる、日流動ソロンを唱え、春天とためとも伝説を合わせた人物であり、薩摩藩主、島津氏が、源氏を称していることから、それにへつらった、羽地の創作であると言われている。しかし、 1605年、慶長10年の大中朝琉球新東期にも、ためとも伝説は記されていることら、薩摩侵入以前からすでに琉球に東伝説はあって、羽地町州の作為によるものと断定できない。また小畑厚史によれば、幻雲門州から、1527年、大英7年頃に月収は、琉球の僧であった鶴に尋ねた際、 中山予感の春天とためともに関係する記述の内容は琉球において周知されていなかったと述べている。しかし、小畑は、ジョアン・ロドリゲスの日本教会史から、16世紀後半にはためともが琉球にト来したという話が、日本本土から琉球に伝わり、琉球浸透期に琉球におけるため朝の記事が記されたとしている。中山予感のため朝伝説は、 方言物語を元にしているが、東、女関順は、方言物語が史実だとしても、どれほどの信頼性があるものか疑わしく、それを確かめる術はないとしている。しかし、加藤三五が、琉球のため朝伝説を否定した論文を発表した後の1906年、明治39年から1908年、明治41年にかけて、東女は、 計六本の反論文を書き上げ、どれも中山予感の春天がため朝の子であるという記述は否定できないとする内容であった。東女はおもろさ牛の中の一句をためともの運転向上陸を歌ったおもろだと返して加藤に反論し、さらにイハ冬とマジキナアンコウも東女と基本的に同じ見解で中山予感におけるためとも伝説の記事を否定してない。 彼らが、ためとも伝説に関わる指揮の記述を否定しなかった理由として、島村孝一は、春天が、源氏の血統を引き継いでいることで、広告との関係を示唆し、琉球処分後に、日本へ組み込まれた沖縄を擁護しようとしたのか、あるいは、ためとも伝説が想像以上に、琉球に定着していたのではないかと述べている。沖縄県国上郡なき人村の運転という地名が、 あるが、ダメトが、運を天に任せて上陸した場所と言い伝えられ、運転となったとされ、また、琉球を離れたため朝を春天とその母が帰りを待ちわびたとされる、浦添市の牧港は、町港に由来していると言われている。しかし、古くから、運転は、雲家な、運敬名から、牧港は、牧野と新飛港から転化した地名であって、ダメト伝説による、 地名由来説は後世に付けられたものである。極定バーキンは家族と共に琉球使節団の行列、江戸登りを見学した。これを機に親切弓張月は方言物語に登場する源のためともを主人公とし、方言の乱で伊豆大島へ琉球となったためともが琉球へトライしたという伝説を構想にして書き上げた作品である。また、 水古殿の李春がシャムに渡り、国王になったという話を、ため朝に置き換えて作られ、その子供、春天丸、捨て、丸が、国王として、琉球を治めるという内容を含んでいる。馬琴は、琉球について、女歩行の中山殿新六と森島中らの琉球団などを参考にして解説し、当時の日本人にとって、異国情緒のある琉球を舞台に仕上げている。 親切弓張り好きの登場人物は、中山電信六と、琉球団から多く取り入れられ、春天丸は、春天のモデルであるが、母は、大里アジの妹ではなく、あた中国の娘、知らぬいとしている。作中の、リーサムは、天孫氏十五代を滅亡させた、リーサムがモデルであるが、作中における最大の敵は彼ではなく、馬ンが作り上げた様相、もうである。 源のためともと、白、縫いの間に生まれた、春天丸は、ためともの進化、紀平寺によって育てられた。春天丸に、武芸や文字を教えたところ、十歳で、紀平治よりもすべてにおいて優れた若者となった。その頃、琉球の国王の側近、李ーが実権を握り、政治を欲しいままにしていたので、国は、乱れ、衰退していた。しかし、毛というが、 国王を殺害し、また、リーサムも撃たれたので、モーンホー君と名乗り、琉球を支配した。その後、春天丸は、モークモを倒し、文治三年、1187年12月15日、17歳にして、中山王の位を授かり、春天王と称した。彼は前世を行い、琉球は、知性安楽となり、国民は、繁盛したという。 沖縄県中上郡北中臼区村の春ンに、ナスのウタキと呼ばれるウタキがある。その中に、石垣があり、その奥の岩が東温竹の本体、イベで、さらにその岩の上に、春天と春馬順、広の二人の王を葬ったとされるコンクリート製の墓が存在する。また、伝承によれば、基本も葬られているとされ、ナスのウタキは、基本王の墓とも呼ばれている。 道県南城市屋座大里のハエバル地区に所在する、諸区森、イームイ・ウタキに、春天を葬ったとされる墓がある。ウタキの木壇の中央に、頂上に、帽子のついた、円筒形の墓があり、周辺住民はこれを、ボーン・トゥーボと呼んでいる。戦前まで、毎年中城すく御殿の死者も、この墓に拝みに来ていたという。沖縄戦終結直後に、 修理を兼ねて墓の中を調査したところ、人骨と水晶、銅鏡が発見されている。また、当時の西原地区に、春軒の母と伝えられる、大里アジの妹の墓があり、海内お墓と呼ばれる。草原寺に、春軒から、昭太王までの歴代琉球国王の遺杯が祀られていたが、沖縄戦により建物は消失した。また、そこに、 春剣のものと言われるかぶら屋が保管されていたという、浦添城島端部に位置するためとも岩と呼ばれる岩は、春剣と栄祖の子息を祀った廃所となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。